皆様お久しぶりです。ピコです。プロテストが終わり、ようやく師匠に見ていただける時間が作れたので、今回はその時の動画をお送りします。約2ヶ月ぶりに見ていただいたので、個別にレッスンしてもらっている部分が多いかもしれませんが、ご了承ください。まず私が指摘されたのが、3、4がちょんちょんと早く行き過ぎてしまっているとのことです。ちょんちょんと歩いてしまうことで空歩きになってしまい、タイミングもずれてしまうので、最後手投げになってしまうとのことです。3、4はその場にいるイメージで投げてみました。私的にはタイミングが合わず投げづらくて、ボールを少し落としてしまうような感じでした。どうしてもちょんちょんと歩いてしまう私に、師匠が試しに4歩助走をやってみてはどうかとおっしゃいました。このシャドウの歩きが理想です。試しに4歩で投げてみます。1歩目が左足からになるので難しかったです。一歩目を出す前の体重移動の仕方を覚える必要があります。慣れない4歩に苦戦中です。ただボールを落とすだけではタイミングが合わないので、足がついてから手が行くようにするとマッチングしやすいとのことです。1歩目をかかとからつま先まで使って歩くように意識します。少しだけ最後に流れができたようです。あとは一歩目を滑らかに出せるように練習をしていきます。少しずつ4歩で投げれるようになってきました。
アドレスの高さのままダウンスイングする練習も必要です。足がスーッと出て、手も空振りできるようになってきました。四歩の方がしっかりと歩けているので、良いかもしれないということです。失投でしたが、下半身リードのボーリングになってきました。少し4歩で練習した後に5歩で投げてみました。5歩より4歩の方が良さそうだということで、しばらく4歩で練習することになりました。ヒロは1歩目のつま先に体重が乗ってから2歩目を出す練習です。つま先まで意識しているようですが、なかなかうまくいきません。何回か練習しているうちに球質が変わってきました。
動画では分かりにくいですが、一歩目の体重移動が良くなっています。良い投球が出ました。ボールを落とすことはできているので、かかとからつま先までを使った体重移動の練習を今後もしていきます。この課題ができるようになれば、私より全然点数を出してしまうそうです。足を伸ばした状態でかかとから出すと体重移動がスムーズになるそうです。滑らかに出せるよう意識してみます。滑らかに足が出たらダウンスイングで合わせるようにしていきます。はい。
の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。次回も見てね。